それは経産省と電力会社に阻まれたんですがこれをおととしの民主党はマニフェストに掲げてでえ実は今経済産業省がその法律を作ろうとしていてですねで来週には一応閣議決定される予定なんですね。ただドイツほどアグレッシブじゃなくてすごい中途半端で電力会社のこう なんていうか、うん、あんまり普及しないように価格を下げるとか、いろいろ入ってるんですけど。でも、まあ、一応マガいないには政策はい、半歩進んだという段階には来てますね。ねなるほど。そしたら、ここで、と、あの、そうですね。釜岡さんも疲れたようなので。あの、出ていただきましょうか。映画監督の釜中ひとみさんです。どうぞ。マイクでります。す くくれてきまししたよろしくお願いします先ほどのどうもです話の続きで言いますとその、はい、映画あのこの映画のかなりこの「ミツバチの葉を地球の回転」という鎌、はい、中さんの新作の映画の中でこれが面白いのがその <laughs> 一つの原発の反対っていうところでとどまらずに代替案というかどういうふうに。 変えていけば原発は本当にいらなくなるんだっていうその具体的な案を示しているところがかなり面白いところだったんですけどありがとうございますその一つのあの成功した国,国としてスウェーデンの例がはいあの現地のレポートとして出てくるんですけど、うん、そのスウェーデンの話をちょっと鎌倉さんにお聞きしたいな伊<あ>田さんもスウェーデンに留学したりとかしてたんですよねあ,あ,あそうですか <laughs> うんえそれいつ頃なんですかスウェーデンつながり十十年前までですね。 はい、大学,あそか大学を卒業して、その原子力の会社やって、のその後辞めて、半分放浪みたいな形です、スウェーデンにそこ聞いてないです、<laughs> 初めはだから原子力をもっとじゃああの広めなきゃと思って、入っていったんですかいやです、ねまあ中、中途半端で、あのまあ、理学部的な,なんか研究ができるかなと思って、原子核工学という京大、京都大学だけは原子核工学と、ちょっとかっこいい名前なんですけど。はい でまあ研究しようかと思ったらまあ工学部ってなんか研究じゃなくてやっぱり産業に奉仕する学部なんでん面白くないんですよね。え私はそこでまあ勉強をやめてあの山ばっかりに持ってましてですね。<ー> <laughs> ちょっとヤクザな学生生活を送ってます<は>あでもエネルギーといえばスウェーデン。スウェーデンといえばエネルギーなんですよ。はい、なんで,、えーでね、ちょっとじゃあその映像で DVD をお渡ししました。はい はいもう渡してあるんですけども準備ができたら見せていただけばいいと思うんですけどちょっと説明どうして,して,て、まあ、その「ミツバチの羽音と地球の回転」っていうちょっと長ったらしいタイトルがついているんですけど、うんあのー、持続可能性っていうこととエネルギーというのが一緒に考えられているのがスウェーデンだったんですよ。はい、ドイツもね脱原発に、あのー、もちろんすごく前進してる国だし。うん あの国民がそう決めていた,いたりとかあるいはデンマークもそうですけどあのもう原発を建てようと国が言,う言った時に建てさせなかった国民がそういう意味ではあそこら辺の地域って、えーまあ、原発アレルギーがあるというかあんまり原発をこう支持してない国々なんですけどでも特にスウェーデンはエネルギーだけではなく社会全体が。 持続可能になるべきだというふうに考えていてその中のエネルギーは一つなんですよねで、持続可能な社会の中の持続可能なエネルギーは原発ではないとだからその中でじゃあ使っても使ってもなくならないエネルギーに国がシフトしていくことを国民がコンセンサスを持ってる国なのでだから今回映画で選んだのは飯田さんも映画の中でおっしゃってくださっているように原発がいいとか 逆にさこんなにいいんだとかあ。でもこんな難点もあるじゃないか。みたいなことをあの言い始めると膠着しちゃうじゃないですか。なんかこう前に進んでいかないし、あんまり建設的な話もできないので、もうちょっとやっぱり。じゃあどうしたらいいの？っていう話をしたいと思って、スウェーデンに出かけて行ったんですよね。で、スウェーデン式のその持続可能なエネルギーっていうのがだから、その机上の空論ではなくて、もうすでに。 実践されているっていうところがミソだったんですよね。<ー>それもなんかものすごくこうね、あのあの中央集権的なやり方ではないところが私にとってはチャーミングだったんですよね。なるほどうん。だそあの映画の中であの国民投票でえっ、ー、と原発の、えー、建設をもうえっ、ー、とやめるっていうことを決めたんですけど、えっ、ー、とまた最近それがえっ、ー、と。 それ自体が取り消しになったっていうのも映画の中で言ってたじゃないですか、それはどうい,どういった経緯なんですかね、そ,のそれは飯田さんに説明してもらったですが、ね、まずその国民投票の時も実は明確に止まったわけではなくて、えー、と2択ではなくて3択肢になってましてですねで、まあ、あの原子力をもっと進めるというのとでとりあえず今、 当時6基あったものをもう6基作ってその後閉鎖をしていくというのと今すぐ閉鎖すると、うんうん、でその3つが大体きれいに3等分に分かれたので前2つを取ると原発推進後ろ2つを取ると原発批判というですね非常にまあ曖昧な結果だったね、うん。でそれを踏まえてまあスウェーデンはだいぶ時間をかけて1997年の今,今の野党の政府の時にえとりあえずそれを実行しようということであのーえー原発を 閉鎖をしていくとそのために、えー、とちょうどデンマークのコペンハーゲンから目,に目の前に見える原発2基を先に閉鎖をするということは実行したんですところが、えー、とそれに非常にお金がかかったのと保証しなきゃいけないというのと、うん、それがまずあったのと今よ与野党が変わったので、はい、与野党が変わった中で政策が1つ変わったというのがあるんですが。あのー 原発を作るというふうに変えたのではなくて、はい、えっと硬直的に閉鎖,閉鎖するのはやめましょうと、うんでまあ、非常にフレキシブルになってですね減ったときは増やしてもいいんじゃないかとか増やすことはまずありえないんですけど、うん、減らすペースをの自由度を持たせ、うんえー、っだから減らすのにお金がかかるので代替、うん、エネルギーの開発であるとかですね。うん でもちろんオプションとしては増やすオプションもありうるんだけどもあのスウェーデンの今の現実からして原発はお金がかかりすぎるので増やすことはまあ電力会社がそもそも選択肢として持たないのでそれはまずあり得ない私も原発を一番持っているあのバッテンフォールというスウェーデン最大の電力会社に。はい その原発を見せてもらいに行ったんですね、はい、でそこは世界で最も進んだその高レベル核廃棄物の貯蔵庫も、うん、まあ世界で最も先進的な場所もあるところなんですけど<ー>、えー、そこでその今回の政策転換に関して電力会社としてどうですかと聞いた時に、うん、まあ,あのここに、まあ、そこに2基あるんですよ、はい、その2基の原発をあのもし廃炉にした時にまたその時に新しくまあバッテン・フォールさんとしては建てるんですかって聞いたら。うん いやとかってこうウィンクしてわからないよ、そんなことはってそれはなぜかというとあのスウェーデン政府は日本政府のようにあの電力会社の原発が事故を起こしたときにあの保証をねしなきゃならないわけですよ原発の事故ってものすごく甚大じゃないですか、うん、そうすると日本って保証ないんですか えっとっ事故が起きたときに、その電力会社とか国、国であるとか。えっとですね、一応、何も保証し、電力会社が全額保証しなくてもいいという法律があるので、あるんですよ, <laughs> ですよ電力会社はここまででいいよという、残りは何も言わなければ国自動的に国民負担になっちゃう,う知ってました であのスウェーデンの場合はそのものすごく甚大でも保証しきれないじゃないですかでもその無制限に電力会社が責任を取りなさいでその原発建てることに関しても国は一切支援しません、うん、それでも建てたかったら建てれば つまり、そこはちゃんとリスクと利益が天秤にかかってるんだけど。うん、今の現状の日本だと、ちょっとリスクが曖昧というか。まあ、ない、ないかもしれないわけですよね。何も言わなかった、ないっていう状態になるわけだし。それはちょっと、まあ、微妙ですね。やっぱりね。ダメですねまあ、アン、アンフェアですね。ね電力会社は六百億、まあ、ね、原発の事故が起きたら、数百兆円の被害が起きうる。でも、電力会社六百億円の保険に入れば、うん、あとは免責されるので。 あ,あとは自動的に、例えばチェルノブイリで昔あったような巨大な事故があったら、ほっとけばお金かかんないけど、やっぱりそんなわけにいかないから、うんうん、結局、国民の税金を投じなきゃいけないそれが暗黙のうちに、国民が借金にな,な,、ね、なるわ、ね、けなんかそうでも、上関<正>じゃなくてあの、えーっと、浜岡原発は保険にも入れないんですよだから危険すぎて。 えー、だその,保険,の保,険あそ保険会社がもうそれはちょっと危険すぎてだ,、うん、嫌だっていうわけですかそう保険の保険をする会社っていうのが世界的にあるんですよ、それは海外にあるんですけど、すごく大口の,あの,その保険をかけている保険会社がまた自分たちの保険をかける会社っていうのがあるんですけど、そこは浜岡に関しては請け負わないと、世界で最も危険な原発だというふうに言ってるんです。なるほどですね だからそのスウェーデンの原発政策が変わったっていうのは自由資本主義の社会において国が建てるのはダメだとあの頭から押さえつけている在り方はまあ民主的じゃないし資本主義社会にもそぐわないよねとだから建てたいのならばフェアなやり方でどうぞとでもあのエネルギー庁長,長官はまあ建てれねえだろうなと。うん そんな感じ、立てたいとも思わないだろうし。うん、だからスウェーデンの中では、そういうその選択肢としては。あの、ちゃんと、あの保証してあるんだけれども。あの、絶対立てちゃいけないとは言ってないけれども。もうそういう選択肢を、あの自ら選択することはないだろうという状況であろうと。ああ、ねうん、でも、ちょっといいですね、ね今のは、なんかすごいいい情報でしたけどね。ちょっとなんか質問とかどうですか。あ、まず横、よ。あ、あ、よこが見ましょうか。じゃあ。はい。はい、とりあえず映画の横で見れ。じゃあ。あ

ちょ、ちょっとでも、ちょっと話続いてるんで、ちょっと、話いきましょう。はい,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 い、すみません。すみません、ちょっと進行がバタバタ。ぜひ、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、あと、その。スウェーデンの、後で必ずはい。ス、スウェーデン。はい。スウェーデンの、その例で言うと、あの。やっぱり、あの、電気会社が選べるっていう話が。 そうですねね完全自由化されてるんんですすもごい素朴な話なのかもしれないけどちょっとはっとさせられるシーンでしの日本人は選べないのかみたいなスウェーデンの人はびっくりしていたまず電力会社を一般国民が選べないのは逆に世界では日本だけぐらいです日本はい。ただ電気を選ぶ仕組みまではさすがにまだ少ないのでそれはスウェーデンの。 それは、ね、<の>公共の電気っていうのもないんですか世界に公共電気っていいうのはな昔は割と多かったのはイギリスとかもスウェーデンもそうですけど国営電力庁ってはい、はい、電気を売る会社が国営とか、はい、あと市営とかだったんですね、はい、でそれはあの送電線をつ作るのに、うん、あの昔、それこそ写真があるんですけどあの電気を売る,売る会社がみんな送電線を張っていったのでニューヨークのなんか空とか雲の巣みたいになったことがあるんですよ。 でそれで送電線とかはみんなで共有した方がいいから1地域1電力会社がいいよねとそれと電気っていうのは生み出したら即座に使わなきゃいけなくて昔はインターネットとか情報通信が遅れていたから一つの会社が発電してそのまま送電して使うとこまで管理した方がいいからそれも一つの会社があった方がいいねということで一つの地域で発電・送電 それから電気を売るとこまで全部独占するというのが割と世界の流れだったんです、ねうんうん、ところがと一つは情報技術の進展ですねうん、うん、それとあ,の、まあ、ある種の規制緩和というか、えー、とだ,んだ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 ん世の中がこうきめ細かくなっていくとそれこそ電話が選べるようになったのと同じような形でうん、うん、電気を発電する仕事というのは公共的じゃなくてそれはビジネスだろうと。うん、それから電気を売るっていうのはこれは 公共じじゃゃななくてビジネスじゃないかとだけど送電線、うん、これはまあ高速道路と一緒で、うん、まあちょっと公共的だよね。ということで発電と送電と販売というのはビジネスと公共的なことは分けて発電は誰でもできると、うん、いうのがまず始まってそれから電気を売るというのも誰でもできるというふうになったのが過去20年間の世界の流れで先進国で。 この送電と発電と配電が分かれていないのは今、もう日本だけ、うん、で途上国を入れても,もう中国も韓国もタイもみんな分かれているので途上国を入れてもほとんど日本ぐらいしかなくてど,どっかの丸々なんたら王国みたいなのがひょっとしたらまだ国営でやってるかもしれないけどうもう本当にこんな独占的な国は日本だけで、うん、あのエネルギー庁長,長官が私のカメラに向かってバリアを外すんだ。 新しいエネルギーを阻むものを。